どうも、斉藤紳士でございます。さあ、今日はですね、新人賞とか文学賞の選考委員をやる作家とやらない作家という、ちょっとね、ことをぼんやり考えてみようかなというふうに思うんですけれど、まあ今現在売れてる作家さんで、ほとんどの方名前かかるんじゃないですか、売れてる作家さんであれば。この文学賞がございますと、選考委員をしてみてはどうですかというね、ことは言われると思います。ちなみになんですけれども、今現在、文学新人賞ですね、純文学の五大紙の新人賞の選考委員をやられている作家さん、ざっとね、紹介していきたいと思います。はい、まず文学界新人賞はですね、青山七重さん、阿部一茂さん、金原ひとみさん、中村文則さん、村田沙耶香さんが、されております。で、群像の方は島田雅彦さん、町田光さん、柴崎友香さん、松浦理恵子さん、古川秀夫さんがやられております。はい。で、スバル文学賞の方がですね、奥泉ひかるさん、金原ひとみさん、川上恵子さん、岸本幸子さん、堀江俊之さん、それから新潮新人賞の方はですね、大沢信明さん、小山田浩子さん、又吉直樹さん、それから田中伸也さん、鴻巣友季子さん、そして文芸賞の方がですね、角田光代さん、それから、島本理生さん、穂村弘さん、町田光さんというふうになっておりまして、まあね、かぶってる方もいらっしゃいます。町田光さんなんかもかぶってますし、金原ひとみさんが意外にもね、かぶってるというね、なんかそんなタイプに見えないんですけれども、選考委員をやるようなね、タイプには見えないんですけれども、かたくなに断ってる人もいるでしょうけれども、まあね、下世話な話、この選考委員をやればね、50万ほど入るという風に聞いたことがありますけれども、まあ本当かどうか知らないですよ。あくまで風の噂なんですけども、で、まだやっていないけど、まあいずれやるかなと思うような人という感じで言ったら、古川雅人さんとか、やらないかな、古川さんは。どうでしょうね。遠野遥さん、宇佐美凜さんあたりはやりそうな気がしますね。あと、町屋良平さん。どうでしょうかね。町屋さんもやらないかな。上田武弘さんはやるかもわかんないですね。高橋宏樹さんとかね。滝口優勝さん。若竹さんはやらないかな。いや、わかんないですけど。山下純人さんもやるかもわかんないですね。沼田晋介さん。沼田さんもやるかな。石井由香さん。石井さんはやらなさそうですね。海外在住ですもんね。今村夏子さんはやらないと思うな。なんかわからないですけど、まあでも村田沙耶香さんもやってるぐらいですから、やるかもわかんないですよね。高山羽子さんとか、確実にやりそうなのは李琴美さんはやりそうだなというふうになんとなくですけども、思いますね。非常に、ね、他人の作品を読んでもきちんとした答えが出せそうな、結構ズバッと言うね、人の方がね、やっぱり選評はいいんですよ。なんかこうのらりくらりね、当たり障りのないようなことを言われても本人のためにも良くないのでね、やっぱりズバッと言いそうっていう意味では D さん良さそうですけどね。で、まあ割と意外に宇佐美さんとかもずかずか言いそうですよね。わかんないですよ。勝手なあの予想ですけどもね。町屋良平さんとかはちょっと優しそうなんですよね。いや、皆さん素晴らしい、最高ですみたいな、選べませんとか言いそうじゃないですか。ほら、なんで受けたんやってなりますから、僕には到底選べませんみたいなこと言われてもね、しょうがないので、やっぱり、ある程度ね、厳しい目というのを持ってズバッと言える方っていうことで考えたらね、今後やる、今名前を挙げた中でやる作家さんというのは必ず出てくると思うんですけれども、まあポリシーというかね、でやらない作家さんというのももちろんいらっしゃると思いますので、なんかそういうのをね、ぼんやり考えるのも面白いなと思って、今日は考えてみました。はい、選考委員をやる作家、やらない作家ね、いろいろございます。皆さんがもし作家になられたらね、選考委員やりたいですかっていう、僕は絶対やりたくないです。まあでも金積まれたらやるんかな。いや、でもあんまりできないですよね。とは思いますけどもね。はい。というわけで今日はそんなことをぼんやり考えました。以上でございます。どうもありがとうございました。